おはようございます、キャサバ太郎です。今日はね、いい結果を報告できるように朝の5分間しっかり呼吸していきたいと思います。はい、じゃあ今日の予定立ってきます。はい、決まりました。今日の午前中は、国語、漢文、古文、現代文のワークをちょこっとやって、そこから英語をやって、時間が余ったら地理の参考書の本を読むって感じで、で午後に、今日の午後は、中間テスト対策に全振りしようと思って、そこで化学と物理の中間テスト範囲を終わして、で時間が余ったら自習の数3のスペースを空けております。で夜は双曲線の範囲が今回の中間テスト範囲なので、もうほんと今日は中間テスト対策みたいな感じでやってきます。で明日にね、広大対策をやっていきたいと思います。ではこんな1日のスケジュールを今日も頑張っていきたいと思います。またまたこんにちは、キャサバ太郎です。計画が立て終わってから、計画通りに勉強を進めております。でその最初に呼吸をやったんですけど、その昨日学校でなんかメンタルトレーニングの講師が来て、模試の前に深呼吸をすることって、まあ、いつもからトレーニングしてない人にとっては余計にストレスになってしまうっていうことで、毎日毎日腹式呼吸の練習をしてからこそやっぱり意味があるものだって言ってたので、呼吸の練習をしてました。というか練習をし始めました。まあ、今日は中間テスト対策を徹底的にやったんですけど、10月3日にその広大模試があって、その数日後に中間テストがあるんですよね。でその中間とその模試の勉強をどうやっていくかっていうのがよく分かんなくて、もう今回の中間テスト捨てていいかなみたいな感じで、もう今回でもう完璧にしてやるぞみたいな感じで、理系科目はやってました。まあ国語と英語地理はね、まあきっと授業でなんとかなると思うんで、まあそんな感じでやってます。まあそれよりも広大模試が一番緊張してはないですけど、一番不安ではあります。まあ、今回は最初で最後なんですけど、広大模試で数学を高得点、そして高順位を収めたいと思ってます。で今日は総括として化学がテスト範囲まで終わって、ワークがね、で物理は手つけられなかったので、明日模試対策としても一緒にやっていきたいと思います。で広大模試については、まあ明日ぼちぼち語っていきたいと思います。ご視聴ありがとうございました。